すごい見られてる。参りましょうか。この瓦礫、鈴、何それ。ああ、猫を置いていくことになっちゃったんだ。うん。これが子供時代の？小さい頃、テントの中には世界のすべてが詰まってたな。魚の頭の人形。あれも持ってたな。父さんが手作りしてくれた小さな椅子。おもちゃがちょいちょいグロいですね。昔、飾ってあった家族写真。でも、あの火事で。火事だったんですね。同じような大きなテディベアを持ってたな。小さい頃は、常夜灯をつけたら悪夢は消えると思ってたな。寝る前にお話をしてもらってぐっすり眠ったな。最後はどのくらい前だろう。そしてこの箱。鍵のかかったおもちゃ箱。外は、画家の絵みたいですね。火事でこうなってしまった？大火事の後、まだくすぶってる火がある。火が消え去る日は来るだろうか。残ったのは焦げた土だけ。これは、鍵、写真がありますね。写真は、ちょっと残ってたけど。目だ、泣いてる。真っ赤な空。外から聞こえてくるゴロゴロという爆発音。常にねじ曲がって内側から外へ。そして鍵を手に入れたから、うん。鈴、猫ちゃんの。さっきの丸まっちゃってた子。猫の影。こうやって過ごしてた。猫ちゃん、この火事で？ぬいぐるみ。うん。ここは、前、火事で焼け落ちてしまった家なのかな？ベビーベッドだ、まだ新しそう。博物館なのか？覚えてるぞ。
油絵ギャラリーにも同じような絵があった。そうですよね。太陽の光はここには届かない。この箱は調べられませんね。やっぱ博物館？湿った汚れた水で覆われている。カメラ？傷はついてるけど、まだ使えると思う。使える？あ、カメラ。写真を撮る？何の写真を？これ撮ってみる？これ。撮ってどうすんだ？これ撮らない？撮らない？これ撮る？一体何に使うんだろう。他に、なんか撮れるものの前で、これも撮れるんですか？これ？他にも？え、あ、赤ちゃん動いてる。赤さん動いてらっしゃる。このぐらいですよね。でもまだなんか、撮る？戻ることができない。戻ることが。え、これ？ん？どこ？これ？これは何？はい。あ、ちゃんと撮ったやつだ。はい。ああ、壁の傷。ベビーベッド。赤ちゃんをベビーベッドに。え、なにこれ？なんか移動できる？え？あー、これ。なるほど。これをこうして、はい。はい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 。で、赤ちゃんを下に、これは下にあった方が良くて、赤ちゃんをどうにか上に持ってきたいわけですな。はい。赤ちゃん入った。おう。どうした？どうしたん？これをかけてあげるのかな？この布をかけてあげるのではないか。あ、わかった。静かになった、赤さんが。え、どうしたどうした、誰お前。あ、こいつがさ、主人公を連れ去ったというか、ですよね。あの箱は何だった？え？首？食われてる。首？なんか布持ってる。これは？結局あの赤ちゃんはどうなったん？ん？開かない？え、なんだって？折れちゃった。開いた？え、猫。君はどれくらいここに閉じ込められていたんだい？見たところ大丈夫そうだね。よく光ってるし。光ってれば健康なのか。この猫じゃらし、君の猫じゃらし、僕が壊してしまったんだ。許してくれる？
うん。おや？おや？なんか出てきた。ん？あ？猫じゃらし直してる。え、これは？見たまんまだ。特別なモンスターショーだ。え？どうも。え、これが喋ってんの？あんた、ショーを見に来たのか？おほ、ごほ。ついてるね。これが最初で最後の一幕だ。再演することは二度とない。あ、この、こいつが喋るんだ。こんな経験あるか？魂の奥深くが疲れて、ごほ、ごほ。まるで悪夢だ。だが、目を開けて全てを失うのが怖い。うむ。これは？発光すっから捕まえて明かりにするといいと。猫のこと？食べるものがあり、寝る場所がある。そんな風に見ないでくれ。猫ってのはみんな箱が好きなんじゃねえのか？どういう意味だ？これ、この猫ちゃん。猫ちゃん、ゴールしないかな？どっちから見て回ろう。皮。熱くないのかな？送りたい、送りたい。花を彼女に。でも私の顔は見にくい。落ち込んだままですね。こっちは進めない。あら、愉快。あんたこんな、むー、空から降ってくるものは好きじゃない。怖い音を立てる。もっと成長したら、怖くなくなるんだろうけど、むー。かわー。かわいすぎでは。ウィー。ねえ、見て見て。これ、新しい帽子なんだ。でっかい帽子ですね。猫ちゃん。何してんの？当ててみて。どっちが姉で、どっちが妹でしょう。未だにわかんないです。すごい器用なことをしてる。弟は重くねえ。どこへでも運んでいける。弟？私は今持ってるのは、スーパーエッグ、どうした？猫、栽培マスター。おいおいおい。何ですか？あなたは私の、私はあなたのもの。お魚コスプレ猫ちゃん。はい。何ですか？一体何でしょう？細かいところまで見終わったろ？はい。みんな懸命に働いてんだ。言っとかねえと。この猫たちは本当に扱いが難しい。今、めちゃくちゃ空気が漏れた。ふぅ、老いには勝てんもんだ。戻るか。なんか、普通にパーティーだったの？猫たちを楽しませるためのパーティー的な？ちょっと大げさな装飾だな。かなりね、気合い入ってますね。なんか持たされてるし。新しい猫のおもちゃ。まだここにいたのか。奴らがそれをどこで見つけたのかは知らん。お前さんと関係があると言ってた。何が？みんな先に行ってる。お前さんも出る準備を。出る準備？ここから出るの？みゃーう、みゃーう。これは？なになに？は？フリフリして？
てん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 。はあはあ、真似すればいい。1、2。ああ、ごめんって。う違ったね。ごめんごめん。左右右左左右左。オッケー。これがどうなる？え、わあ、たくさん猫たちの何？旅立ちパーティータイム楽しい？みんな楽しいか？楽しんでる？すごいかわよい空間。これは結局すごく合ってると思う。そうか。あー、かわいい。これエレベーターがちょっと変わってますね。でもこれは、なんか焼いてる。ごほごほ、変だな。本当にわからん、この絵。これで合ってると思うんだが。ん？まだリボンをつけてる。きっと好きなんだろうな。リボン？ここにいたのか。俺たちが見つけたものを見てくれ。クローゼット？長い間月にあったんだ。スーパーエッグの絵が描かれている。詩人はあんたが卵を開けられるはずと言っていた。おそらく卵はまだ完全ではなのか。完全ではない。ごほごほ、こいつらには何か関連性がある。はあ、何開いてんの、おかしい。謎を当てるより、謎謎を出す方が好きなの。うむ。これ、この人形、真っ二つですよね。ゼリー？わからない。弟もわからねえって。あ、弟ってこの担いでるやつが弟なんだ。クローゼット、スーパーエッグ。表面に落書きとかシールとか貼られてる。毎年、誕生日に母さんが僕の身長のところに印をつけてたな。これ、そうなんだ。思い出の。光る星を見てください。小さい頃、大事なおもちゃはいつも全部ここに隠してた。私のクローゼットは宝の山です。ああ。これってどういう意味？何が？むー、このゲームには参加したくないな。全然面白くない。ロケット猫ちゃん。これは、わからない。思い出せない。まだ赤いボールを下ろしてないよ。身につけていると安心するんです。これ？花のやつ？手紙があるよ。手紙は受け取れないみたいですね。このクローゼットの謎を解き明かそうとしてるの？エッグ。閉じこもっちゃった。これは？これ何？空気乾燥させた後に保存して一つに結ばれている。はあ。故郷に捨てられた魂はどこにも行き場がない。平凡だけど重い母からの期待。毎晩果てしない悲しみだけが続いています。一針一針、一つの糸で血
と肉が縫いつなげられている。これはフォーチュンクッキーの紙に書かれてる、みんなとつながってるっぽい。ここに集まってるのは何か理由があるに違いない。多分この瞬間のためにいるんだ。どうすんだこれ。まあ確かにこれをどうするんだ。この小さい靴がいつもママを泣かせてた。毎日僕は箱の中に隠れていたかった。え？靴？手に入れたってこと？あ、しまうんだ、あのクローゼットの引き出しの中にね。あげられるものは何もない。君は何もないのか。今まで故郷、そして彼女のことを考えてきました。罪悪感から家を出た。そして怪物になった。もう戻れません。バラの香りのシルクスカーフ。彼女はまだ私のことを気にかけてくれてるだろうか。彼女と母親。母からのあれだから、これが靴。赤ちゃん用の靴。今はもう役に立たない。で、果てしない悲しみ。これかな？悲しみ？あ、でも、なんか違うっぽい。違うっぽいな。糸張り。え？これじゃないのかな？違いますね。故郷に捨てられた魂？僕は、思い人はきっとまだ待っていると思う。これだか。他の人は、うん。え、あなたも？その子を安らかに、穏やかに眠らせよう。細かい細工のティーセット。生まれた瞬間に決まってるの。怖がらなくていい。私たちにはお互いがいる。骨と肉のように切り離すことができないの。うん。ソーイングセット。あの日、突然、空から豪雨が降った。誰かが叫び、泣き始めた。弟と自分は草の上に転がって、空の赤い星を眺めてた。汚れた抱っこ紐。それぞれの過去。あ、空気乾燥。血と肉はこれだよね。ソーイングセット。彼女たちはお互いに依存していて、お互いに血肉になってるんだ。で、果てしない悲しみ。これか？遠い星では、こんな苦労をしなくてもいい命や家族がいるのかもしれない。汚れた抱っこ紐。弟を背負って遠い遠い道をやってきたんだ。今はよく休んだらいいと思う。しまった。君は？むう、持ってるのはこれだけだ。小さな常夜灯。弱い光だけど暖かいな。むう。もう暗いのは怖くないぞ。揃った。開く？おお！光輝いている。おお、何の卵？
これ火事の跡かな。ああ、見つけたんだ。瓦礫の下で。光る猫は、え、猫缶？猫たち大喜び。うん。お、猫じゃらし。え？これな、好みでいいんですか？これ。好み？どれがいい？君は。これでいい？お、え、どうする？そうだな。これどう？カスタマイズ機能だと？猫じゃらしの。どれがいい？どれがいい？迷っちゃうね。つい可愛くしちゃうな。羽飾り？そういうことできんの？これなんだろう、ずっと、なんか伝説の猫じゃらしになるのかな？伝説の猫じゃらしか？これ猫じゃらし。パッと見すぐ猫じゃらしってわかる？猫じゃらし。にゃあ、見た目もいいし、しっかりしてる。にゃあ、好きなのか？じゃあ、近くにいて。これからは、僕から離れないで。あの子の霊みたいな感じなんですかね。あの時、火事で、死んでしまったこの、いい絵。おー、キャットミュージアム、これでクリア。結構、最後はいいエンディングって感じでしたね。それぞれの悲しみを癒してって感じなのかな。主人公もずっと心に引っかかってた幼き頃の猫ちゃんとの思い出乗り越えられたっていう感じなんですかね。いや、この方、弟をね、こう背負ってたんだね。なるほどね。アートワークめちゃくちゃ良かったですね。道中全く飽きなかった。ちょっとグロテスクな感じとか、集合体がちょっと嫌な人とかにはきついような場面もありましたが、めちゃくちゃ良かったです。猫ちゃんは常に可愛いし、いや、短めで、こういい感じに楽しめる。楽しい。かわいい。キュート。開発さんの飼い猫でしょうか。楽しいゲームでした。開発者さんたちかな。
遊んでる。最後に作った猫じゃらしで。このゲームは子供時代のモンスター、愛らしい猫たち、そして特別なあなたに捧げます。あれ？開発さんのロゴも可愛いですね。はい、というわけでキャットミュージアム無事にクリアすることができました。子供時代の傷を、乗り越えた、癒した、乗り越えたっていう感じなのかな。この先はずっとね、離れずに暮らしてほしいですね、主人公とこの光る猫ちゃん。はい、ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。